こんばんは、ヨウテンユリナです。イエーイ、こんばんは。というわけで、いや、帰ってきました。眠い。なんか今日めっちゃ眠い。なんでだろう、マジわからんけど眠いです。はい、今日はね、まあ後でストーリーにも載せるんですけど、今日はお稽古が終わった後に、またね、その事務所で個展っていうのかな、なんか写真のまた個展みたいなのがやってて、それに行ってきたんですよね。そうなんです、それにねちょっと行ってきて、今日はちょっと帰りが遅くなってね、こんな感じ。あ、今はっき帰ってきたんですけど、私さっき帰ってきて、今日めっちゃ眠たいなっていう、今日眠たい、なんか知らんけど、昨日ねなかなか寝られんかったからかなって思ってるんだけど、眠くて眠いです。じゃあね、お姉ちゃんじゃなくて、またお姉ちゃんと、今日はねこんな可愛いのをいただいてしまったから、これをねマジで、これ私これのなんかぬいぐるみ、これこのやつのパフェ、これ新しいシリーズなの、これ最近出たやつのシリーズで、これぬいぐるみのやつを見てて、え、可愛いじゃんって思ってたんですよ。そう思ってたやつをなんかいただきました。すごい可愛いって思ってたやつがまさかので、これ新しく出たやつなんですけど、そう、あ、ご飯ねまだ食べてない、これショールーム終わったら食べます。でもお芋のフラペチーノ飲んだんで結構お腹いっぱいです。普通に来たー、やばい、待って、嬉しい、あ、やばい、一発目からキティちゃん押し来ちゃったよ。え、やばいやばいやばい、え、やばいやばいやばい、一発目で押し来たー、かわいい、え、やばい、一発目で押し来たよ、嬉しい、やばい、かわいい、かわゆす、かわゆすなんだけど、え、嬉しい、いや珍しい。じゃあこれこっちね、ラストです。こっちも開けてみたいと思います。2個いただいたのでこっちも開けてみたいと思います。こっちは、お、ポチャッコ、ポチャッコだっけ、ポチャッコです。え、美味しそう、なんかチョコミントなんだけど、私チョコミント大好きなんですよね、だからめちゃくちゃ美味しそうです。かわいい、かわいいね、かわいい、これなんかアクみたいなんだよね。ちょっとキティちゃんを開けようかな。ここがこんな感じで取れる、なんだろう、小物入れ的な感じなのかな、こんな感じで、なんだろう、小物入れとかかな、ここになんか入れれるよみたいな。こんな感じ、チョコミント歯磨きの味がするってショック、ショック、私チョコミント大好きだからさ、全然歯磨き粉でも分からんでもないんよ、分からんでもないのよ、だけど歯磨き粉じゃないんよっていうのも言いたいよね。いや、なんか頭めっちゃ取れるんやけど、これちょっと待って、すっごい頭が取れる、ね、うわ嬉しい、まさかのさ即押し出ると思わんかった。じゃーん、かわいい、いや押しが出るとはな、思わんかったな、嬉しいわ、まさかのまさかすぎて、マジでまさかなんだけど、まさおかまさみなんだけど、まさおかまさみっておいしそうやな、じゃあ次、それと同じ、これも新しく最近出たやつなんですけど、これこちらを、こちらも2個いただいたんで、
いただきたいと思います。こうやっていろんな香辛類があるよっていうですね。キティちゃんはドーナツですね。あ、出た、ポンポンプリンだ。ポンポンプリンのこれ何？シュー、たっぷりクリーム入り、期間限定って書いてる。かわいい、かわいいね、これ。こんな感じで本当にちゃんとっぽい。でも硬いね、硬い。なんか裏は柔らかいんだけど、ここ表はカチカチです。でもなんかこれはね、ストラップとかついてないから、ほんとこれであれする感じ。ここに自分で輪投げつけてストラッパーにするんでも可愛いかも。可愛い。じゃあもう一個ラスト開けます。絶妙の押しラインじゃないとこ来るのがもろいんよな、うちのこういうのって。あ、出た、ポチャッコ。なんかポチャッコに好かれとんな私。ポチャッポチャッコふっくら仕上げ、なんかオムライスみたいなおにぎりですね。こんな感じでオムライスのようなおにぎりが出ました。かわいい。これ中から取り出したらもったいないんで出さないですけど、こういうキーチェーンとかにすればマジでかわいいかもしれん。かわいす、この2つが当たりました。かわいいね。でもキーホルダーじゃないのがちょっとな、もったいないよな。飾り用っていうんかな、飾る用っていうんかな、何用っていうんかわかんないんだけど。やばい、すごいびっくりする、本当に眠たい。あ、やばい、マジであくび止まらない。ショールームってさ、めっちゃあくび出やすいんだよね。なんか画面見てるかわかんないんだけど、めっちゃ出やすいんだけどさ、なんかめっちゃ気眠いんだよ、びっくり。なんでだろうね、自分でも分からんけど。この週末高松と丸亀に行ってきた。だって、マジで、ありがとうありがとうありがとうってなんやねんって感じだけど、嬉しい。あら、そうなんだ、嬉しい、ありがとうありがとうありがとうってなんやねんって感じなんですけど、ありがとう。仕事かな。私も何もないんだけど、ちょっとネタがないです、すいません。もうめっちゃ綾香食べるの詳細届いたよ。だって、いやー、本当にお待たせしてすいません。よかった、よかったです。本当によかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。なんか長、大変長らくお待たせしてしまい、本当に申し訳ないです。せっかく来てくださるのに皆さんのモチベが下がっていたら本当に申し訳ないなというふうに思います。なんかフォロワーがめっちゃ減ってるんだけど、なんで、なんか10人ぐらい減ってんけど、10人ぐらい
なぜに。でもなんかそうアカウントさあれでしょ、使ってないとフォロワー減るんです。なんかさ最近さ50乗ったりさ40に戻ったりさめっちゃ多いんだよね。増えて減って増えて減って増えて減ってってめっちゃ多いの。50乗る乗った50何歩ってなるじゃん、そしたらまた40何歩とかなってんの。めっちゃ変動してる、毎日変動してる。めっちゃ変動してるんだよ。ラボンのシューズ届いたの？届いてないです。なんか続々と届いてるメンバーはもう結構前から届いてて、実はなんか靴の多分選んだタイプとか種類にもよるんですけど、全然早く届いてるメンバーとかだったら全然コンサートのあの4のコンサート期間のレッスン期間の時に全然届いてたりとかしてたんですけど、私自身ですね、私もまだ受け取ってないです。なんか多分届いた人からチョコも受け取ってるんですけど、私はまだまだです。まだ作れてないのかな、多分靴の種類とかにもよると思うからまだですね、私のやつは。はい、まだ届いてないです。まあ、私めちゃくちゃシンプルにしちゃったからさ、本当にシンプル、ザシンプルって感じですね。え、マジ何の変哲もない、本当に何の変哲もない、もう本当にシンプル、なんかシンプルイズザベストって感じ。しかも夏履く用に作ったからちょっと季節がなーって感じ。でもほんと何の変哲もない、マジで。デザイン性とかなんかめっちゃこう結構奇抜な感じにしようかなって思ったんだけど、いや履かないなって思ったの。結局履けるファッションが限られちゃうなと思って、そういうのにすると。あ、なんかでもやっぱせっかく作ってするんだったらやっぱ普段に履きたいなとかって思っちゃって、ほんと何のひねりもない何のひねりもないやつにしました。デザインが可愛いのとかね、可愛いなって思うんだけど、まあ私のね私服とかにもよるし、そうそうっていうのもあって、あのやっぱいっぱい履けるのがいいなと思ったんで、もうほんと使いやすいシンプルなのにしました。もうめちゃくちゃ履く前提で作っちゃいました。うん、ほんとはもっとねなんかちょっといろんな色のやつにしようと思ってたんですけど、可愛いなって思ったんだけど、これ履くかなってなったらめっちゃファッション限られるなみたいな、結構やっぱシンプルな服着た時しか履けないなと思って、それは嫌だなと思ってやめました。1ミリも面白みのない靴ですけど、でもまあ履きやす重視でもう本当に選びましたじゃなくて作りました。そればっかりは。はい、あれはこと、ナイキの種類何種類かあります。うん、あのオーソドックスなやつと、あのこうブ
ビュービューってなってるやつとみたいな、なんか結構いろいろありましたね。何パターンか、ウィーメンズかメンズかみたいな感じだったかな。ね、靴ね、かっこいいよね。うちもスニーカーを本当に履くようになったからな。昔はもう絶対的冬はブーツ、夏はサンダルみたいな生活してたから、本当にスニーカーを履かなかったんだけど、東京に来て歩く歩くいろんなとこ歩かないといけなくなって、ヒールではマジできついってなって、そっからもう本当にスニーカーファッション、カジュアルめなファッションするようになったなって思いましたね。それまではもうなんかゴリゴリのゴリゴリって感じで、ちょっとカジュアルダウンとかさせなかったんですよ。あえてスニーカーとかでちょっとカジュアルダウンさせるじゃないですか。だからもっとさせないぐらいマジゴリゴリだったんですけど、もうスニーカー履くようになって、めっちゃスニーカー可愛いしシンプルでカジュアルになるからいい感じだし、いっぱい歩けるし、足のこと気にしなくていいの、めちゃくちゃ良くてめっちゃいいなって思いましたね。そうなんですよ、めちゃくちゃ良かったです。それこそバスケの時とかさ、あの前週よりもバッシュの話したけど、なんかその SNS で今回の日本代表の方の履いてるバッシュの紹介みたいなしてあったやつとか見たけど面白かった。なんちゃらかんちゃら、なんかナイキのなんちゃらかんちゃらのなんちゃらなんちゃらとか、ニューバランスのうんちゃらかんちゃらのうんちゃらかんちゃらみたいなね、やっててね、おーってなったね。ジョーダンかっこいい。あ、ジョーダンね、かっこいいよね。あのマジ高いから、あのあれだけど持ってないけど、かっこいいよね。わかる、あれ履いてる人、あのよくちらほら電車とかで見つけるけど、やっぱかっこいいよね。ねえ、そうそうそう。でもなんかバッシュでもめっちゃ高いやつってめっちゃ高いんだね。なんかそんな高いって思わなかったわでもなんか上突き詰めたらやっぱ高いんだなって思いました。おー、すごいいいお値段するやつ履いてるんだって思いました。そう、なんか言ってもさ数万とかかなと思ったんですけど、あの、あ、ええー、みたいなびっくりしました。そんなに高いって思わなくて、なんか自分のその運動してた時のさ、やっぱ靴とかさ全然安かったからさ、本当に万とか行くか行かないかとかだったからさ、いやマジでさ、んー10万とかさ、うーってなったよね。びっくりしちゃった。桜井花道は10円でもらってたの。え、10円じゃないよ、30円だよ、30円だよ多分。これしか持ってないって、30円しかなかったはずで、それで多分買った気がする。30円じゃなかった、10円じゃなかった気がするんだけど、どっちだ、わかんないや。でも桜木花道の確かにわしはかっこよかったよね。りょーちんもさ、こうやって価値のわからないミハがって言ったら怒ってたよねりょーちんかわいい。めっちゃかわいいよね、りょーちゃん。すごかったよ。なんか渡辺選手が履いてる場所がめっちゃいい値段したやつ。でもいいのね、なんか可愛いってその選手の人が履いててね、可愛いって思ったのはね、誰か忘れたな、なんかね、誰かかな、ニューバランスのね、なんかね場所履いてるって紹介してあって、可愛いって思ったんだよ。普通に履けそうって思った。普通に履けそうだよね、本当に。
でもなんかそれ前さ話したらさ、一時期バッシュを普通の靴として履いてたのは流行ってたよってさコメント欄で教えてもらってさ、いやでも確かに本当に普通に履けそうだなって思いました。超可愛かった。誰だったっけ、なんか2人ぐらい履いてたんですよニューバランスのバッシュを。ねえ可愛かったんですよそれが。めっちゃちょっとね忘れた誰だったっけ。ダム選手とホーキンソン選手は同じものに使えてた。あね、ホーキンソン選手のやつもねめっちゃ可愛かった。爽やかって感じだったね確か。あれ違うかったっけ、なんかあれ違うか、あれじゃあどれが誰だったかな忘れてた。あれ赤いバッシュも履いてた気がするんやけど、ホーキンソン選手違うっけな、あれ違うっけな一回しか見てないからちょっと全然記憶にないねんけど、あ、比江島さんのやつかな、どうだったかな。比江島さんも入ってた、2人ぐらい入ってたんですよニューバランスのバッシュを。めっちゃ可愛かった。そう、あと富樫選手のナイキの黒のバッシュもめっちゃ可愛かった。可愛いっていうかかっこよかったあれは。そう、私はそのバッシュ選手が入って、その今回の試合で入ってたバッシュの紹介みたいなやつを見て、そのニューバランスのやつと2人ぐらいの人が履いてたやつと、あの富樫選手が履いてたナイキのバッシュがめっちゃかっこよくて、なんかその前にさ、ちょうどちょっとその前の時になんかあれを普通に私服として履いてたの、履くのが流行ってたんだよってあのショールームのコメント欄でね教えてもらってたから、あちょうどだと思ったの、ちょうどだと思って、へえと思って見てたんだけど、そう、あ可愛いなって思ったんよ。あこれはもう確かに履けるわと思って、そう思ったんよね。そうめっちゃ可愛くて、そうなの、私的ね、私的にね可愛いってそれ思ったんだよ。そう、いやー靴のすご価値は分からんのだけどね、うちは全然スニーカーあのマニアさんっていうかオタクさんじゃないから。でもシンプルにやっぱりかっこいいなと思いますね、形とかね色とかね、もうそこでしか分からんのだけどね、かわいい。まあでもそう思わんと靴は履かんのんだけどねまあそう思わんと靴は履いてないんだけどさ、そう思わないとみんななんでそんな靴買ったんってなるもんね確かに。そうちょうどね、そうちょうどその前の時バスケの話してた時に、そうなんか何だっけコメント欄でバッシュの話になって、そうってなってからおすすめのな、ちょうど SNS でおすすめ流れてきて見て、えすごいと思ったから、ちょうどあこれいいネタだと思って今話しましたこの前買ったコンバースもかっこいい。あ本当ありがとう、厚底ね。でも重、あれ重たいからいっぱいは歩けないと思う正直。やっぱ厚底の分結構ね重たいんですよ、重量があって。そうだからね、めっちゃ歩くってなるとちょっと足がきついかもしれない。あとね、私コンバースってあの細身なんですよ、ナイキと一緒で細身だから、私横幅広いタイプの足のでかい人なので、ぴったりサイズ買うときつくて入らなくて、ワンサイズ上げて買ったんですよ。そしたらめっちゃでかくて、つま先ね、ほんと1センチぐらい空いてます、マジで。詰め物せんとなって思いました。そう、でもあれはあのシンプルに見た目が可愛くて欲しくて、買いましたもうシンプルにそう見た目で買いました、可愛くて。前にもあのちょっと違うタイプのやつ売ってたんですけど、まあ買えなかったんで、あの今回は新しく出た時に買いましたね。最近は100均とかでもね詰め物いっぱい売ってるからいいですよね、安くて手に入るから本当にす
ごいな時代って思います。自分もレアで可愛い。あ、本当レアかな。そう、結構やってるけど嬉しい、ありがとう。そうなんですよ。でももう秋に入ったから、今度はまたブーツだなと思って、ブーツの季節がやってきますよ。もうね、ショートブーツめちゃくちゃ履くから。でもね、ほんとよく壊す壊れた。安物だから、3000円ぐらいで買ってるブーツだから、もうさ、毎シーズン毎シーズンでさ、ワンシーズンで壊れちゃうんだよね、安いから。なんか私のね、そのブーツが厚底が好きで、私厚底ブーツばっか履くんですよ。あのショートブーツめっちゃ履くて、で厚底ブーツばっかり履くんですけど、その厚底のね、この接着部分がね、取れたりとか、こう本当に重いから下が取れちゃったりとかしちゃうんだよね。そう、この前のサンダルはぶっ壊れたね。あれはなんかなかなかまれに見る壊れ方だったから、あれは超珍しい。あれは超珍しい。あれはツイッター載せたらさ、 あのお話し会に行ったメンバーがさ、え、行店みたいな、すん、え、サンダル見せてよみたいな、じゃーんって言った、やばっつって、めっちゃいろんな人に言われたんだけど。ほんでスリッパで帰ったから、うちガチスリッパで帰ったからね。おしゃれなスリッパとかじゃなくて、マジでその辺で履くスリッパ、本当にただのスリッパで帰りました。めっちゃ恥ずかしかった。しかも超人が多い時間帯で、もうめっちゃ恥ずかしかった本当に。でも逆にスカートとかじゃなくてよかったなって思いました。ズボンだったからまだ壊れてても、あ、そこまで足元が見えなかったんですけど、あれスカートで帰ってたらマジで恥ずかしい。そう、マジで本当に、いやーマジですごいなって思いました。自分でもあれで帰る私すごいなって思いました。まあそんな感じでね、ちょっと今日は始めるの遅かったんで、この辺でちょっと終了にしたいなっていう風に、思います。明日も一日お仕事ありますんで、いろいろと頑張りやーす。ランキング13位トキトピさん、12位ナッティさん、11位カツさん、10位コジーさん、9位ナッ、間違えた、リュッケさん、8位ニューネームさん、7位タカさん、6位ヤングさん、5位スカイシーさん、4位オカヨンさん、3位にゲオさん、2位シンドさん、そして今日の第1位はナオトゥーさんでした。ありがとうございます。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日もね、普通に夜しますんで、ただちょっと帰ってくる時間帯わかんないね、まあ夜っていうことだけお伝えしたいと思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日も、いやマジ今日眠いからさっさと寝ますわ。ほんで明日もね、頑張ります。じゃあみんな、バイバイ、ありがとう、おやすみなさーい。